カールフリードリヒスキンパー、カールフリードリヒシンパーは、ドイツの植物学者、博物学者である。ヨーロッパが氷河に覆われていた時代のあったことを主張した、ことなどで知られる。マンハイムで生まれた。ラインプファルツ出身の父親は、幾何学、数学の教師で、いとこに、植物学者のビルヘルム・フィリップ・シンパーがおり、その息子、アンドレアス・フランツ・ビルヘルム・シンパーも、 植物地理学の分野で有名な学者であり、カールフリードリヒ・シンパーの弟、ゲオルク・ビルヘルム・シンパーも北アフリカで最終旅行を行った植物学者である。1822年に進学を学び始め、1826年からハイデルベルク大学、ミュンヘン大学で医学を学んだ。1829年にチュービンゲン大学の博士号を取得した。 ハイデルベルク大学時代に、地質学者、古生物学者となるルヤガシーや、植物学者となるアレクサンダー・ブラウンや、ゲオルク・エンゲルマンらと親しくなった。ミュンヘン大学で講師を務めるが、自ら著書を書くことなく、自分の発見を、博物学者たちに手紙で知らせたり、講義の中で発表した。シンパーの講義を聞いた学者には、発生学者のイーグナーツ・ドリンジャー。 医師のヨハン・リンガイス、植物学者のカール・フリードリヒ・フィリップ・フォン・マルティウス、ヨーゼフ・ゲアハルト・ツッカリーニや、オットー・ゼントナーラがいた。植物の葉の付き方の形態学の研究をアレクサンダー・ブラウンと共に行い、続いて発生する葉の間の角度が数学的に急数関係にあるというシンパー・ブラウンの法則を見出した。1840年の春にバイエルンの皇太子、 マクシミリアンに移植され、アルプスの地質調査を行った。そこでの観察は、アルプスの形成についての独自の理論を報告書に書いた。これは、エドアルト・ジュースの研究に先立つ、先駆的なものであった。1835年頃、ミュンヘンでの講義で、ヨーロッパの気候変動を論じ、ルイ・アガシーと共に、ヨーロッパ各地で氷河の痕跡を調査した。 後にアガシーが表記の発見者として知られるようになると、そのアイデアのプライオリティについて論争した。警戒スキンプは植物の学名で命名者を示す場合にカールフリードリヒシンパーを示すのに使われる。ありがとうございます。